あの対戦が終わって半年近くが過ぎた。臨時休校していたアストライア女学院も再開してから随分経つ。最近はクロスベルで事件があったり、王子殿下がご結婚されたりもしたけど、結局私たちが暮らしているのは戦争前と変わらない退屈な日常。そう、これが私の世界なんだよね、残念ながら。
ええ、何と言えばいいのか。本当になぜこんなことに。Thank you.
クルシアと申します。かような不安に苛まれる皆様の心情お察しいたします。この一件私たちで必ず解決してみせましょう。短い間となるでしょうがよろしくお願いしますね、マイカさん。カレンが想像以上に、うん、おかしなことを言っただろうか。
Thank you.
魔物、やはりあの時の黒き聖杯と同じか。だとしたら本当に、皆さん全力で行きましょう。こちらの先生ですね。行くわよ。逃がさない。どんなもんよ。ところで、クルト君の声元に戻っちゃったみたいね。ふぅ、飛躍の効果が切れてしまいましたか。今はそれどころじゃないだろう。ともかく先を急ごう。なんとか切り抜けましょう。お熱いです。しつこいわね。私の番ですね。そこです。僕の番だな。はあ、崩れた。いただき。私の番ね。逃がさない。ふふん、どんなもんよ。よどみがさらに強まりましたね。終点が近いのかも。気を引き締めていくわよ。これは情熱的なお相手ですね。行くぞ。はあ、私の番ね。はい、青き翼よ。返した。私の番ですね。女神よ、我らに癒しの雨を降らせたまえ。感謝します。助かりました。はい、青き翼、今です。一気に攻めましょう。了解。待たせて。任せてくれ。やあ、続けてくるぞ。僕の番だな。私の番ですね。そこです。よーし、私の番ですね。
きゃ。はい。行くぞ。風通しが良すぎるだろう。騙していて、だが安心してくれ、必ず君を救い出してみせる。これは情熱的なお相手ですね。行きますね。咲き誇る風花子、私の番ですね。青き翼よ、シュート、チャンスです。続きます。はい、そこです。よし、じゃあグレアネスハート、行くぞ。せい、見切った。私の番ですね。そこです。私の番ですね。はあ、行くぞ。そこだ。よし、逃がさない。ファイヤー、やっ、行きます。
皆さん、お疲れ様でした。退屈な一年が始まる季節。でも
私の幸運は健在みたい。だってその退屈な世界が今はこんなにも輝いているんだから。